外ボーカルスクール講師のみっこです。今回はメンタルケアについてお話ししていきたいと思います。はい、今回はメンタルケアです。皆さんはメンタル強い方ですか、弱い方ですか？歌い手さんは割とメンタル弱い方多いんですね。で、やっぱり自分の立場がもうこうプロ志向であったりとか、まあもうプロでやってますよなんていう方は特に大きなプレッシャーを抱えてね、ステージに立ってる方多いと思います。そしてこの動画ではそういったプロ志向じゃない方、会社で感じたストレス、プライベートで感じたストレスとかいろいろあると思うので、幅広く皆さんに、メンタルケア伝わるようにお話ししていきたいと思いますので、この短い時間ですがお付き合いください。まずね、歌に関してなんだけれども、声帯って粘膜でできてるじゃない。すごくすごく繊細なんですよ。なのでメンタルが弱っている、精神状態良くないっていう時に発声練習なんかすると結構痛めちゃうんですね。だから私のレッスンに来てくれた生徒さんがメンタルちょっと弱ってて、もう歌なんか本当はやりたくないんだけどなんていう方もね、たまにいるんですよ。そういった場合、もう一切声は出さない、危険だから出さない分、その少しでもストレス発散になるように話してごらんみたいな、何でも聞くよみたいな感じでね、そのメンタルケアに時間を費やすレッスンなんかも実はあったりするんですね。ボイストレーナーの先生はメンタルケアすごく上手なので、どんどんねレッスンに行ったけれども実は自分の精神状態良くないんだよななんて方は先生に言ってみていいと思いますよ。実は今発声練習なんてしたくないんだみたいなね。でも予約を取っちゃったから約束だから行きますっていう、ちゃんとしっかりできている人は、まあ、先生に相談するっていうのは全然ありだと思うのでしてみてください。もちろん私も OK なんで、いつでも相談していただければと思うんですけれども、まずそのね、粘膜っていうところですごくダイレクトに負担が受けやすいっていうところで、歌い手さんは本当にストレス、なるべくストレスフリーで歌ってほしいんですね。まず歌いたくないなーっていう感情はもう大きなストレスになっているのでかなりの負担が与えられます。なのでなるべくそれを避けるために常日頃から何をするべきかっていう時と、究極にストレスを感じてしまった時に何をしたらいいかをちょっとお話ししていきたいと思います。歌い手さんのみならずね、まあ皆さん、一般的に皆さんで実施してほしいことがあるんですけど、まず私マインドフルネススペシャリストっていう資格を持ってまして、マインドフルネスについてちょっとお勉強しています。マインドフルネスっていうのは何かっていうと、まあ仏教の教えなんですね。そんな深いところまでの学びではないんだけれども、近年ではね大きな会社とかでも取り入れられてますよね。もう早い段階からマインドフルネス取り入れてみんなでやってたりするみたいですね。でマインドフルネスって一体何なのかっていうと、まあ瞑想っていうのがバンと浮かぶと思うんだけれども、難しいって捉える人いるじゃないですか、瞑想が。で瞑想じゃないんですよ。半身にして無にしてしっかり自分と向き合う時間を作るみたいのではなくって、一瞬一瞬生きている今どの時間帯でもできるのがマインドフルネスなんですね。まずマインドフルネスのポイントは、今目の前にあることに集中するっていうこと。ああもうストレス溜まってる、イライラする、もう本当にネガティブなことがいっぱいバンバン浮かんでくる、ああやだ、ああこれもやだそれもやだっていう風になっちゃってる時に、しっかり深呼吸をして目の前のことに集中するんです。例えばこのペンがあったとしますよね。ペンを見ながらこのペンに集中するんです。他じゃねん何もかも捨て払い、このペンだけに集中するんです。こんな感じ、一点を見つめてただぼーっとするみたいなね。このペンは黒いなぁ、このペンは丸いなぁ、こんな感じ。もうこの目の前にあるこれだけに集中していると、あ、明日のあれがどうのこうのとか、昨日のあれが失敗したおかげで今どうのこうのとか関係なくなるんだよね。今ここに集中する。そうすると脳が一回リセットされるんですよ。いっぱい情報が詰まって忙しくなってパンパンになった脳が一回クリアになるんですよ。そうすると整理がつけられるんですよ、脳の中が。人間はだいたい脳が全てを司っているじゃない。だから目の前のことに一旦集中する。ご飯を食べるのもそう、一口ご飯を食べて
ああ、ご飯ってこんなに甘かったんだとか、じゃあおしんこを食べて、ああ、この塩分が疲れを癒してくれるなとか、ケーキを食べて、この糖分が疲れを癒してくれるな、美味しいな、幸せだな、たくさん口の中で味わって幸せをいっぱい感じよう、みたいな、その瞬間がマインドフルネスです。ああだこうだ悩みながら食べたら味なんてわかんないですよね。そうじゃなくって、今目の前にあるこれに集中すること、そうする時間を増やすことによって、脳がクリアになっていって、こうリフレッシュされて、整理がされやすくなってくる。ということをマインドフルネスと言います。なので、皆さんが、やべえっつって今、なんかすごいテンパってるっていう時は、一旦立ち止まって、今目の前にあるこのものに集中する。半目にしてもいいんですよ。もう瞑想つってやっちゃってもいいんだろうけども、人がいたらできないじゃない。そしたらもう、行ってみて、ふぅ、だけでいいんですよ。うん。まず脳をクリアにすることをおすすめします。脳のお話をちょっとしてみたいと思います。簡単にね。簡単によ。脳が私たちすべて、この指先が動いてるのも脳が指令を出してるし、脳がすべてを司っているのは間違いないわけですよね。だ悩んでいることも脳の中であれこれ、あれこれ悩んでるわけですよね。指先が悩んでるわけじゃないんですよ。脳が悩んでるんですよ。それは目によって得た情報だったり、耳によって得た情報によって、あれやこれや考えてるわけですよね。ってことは、脳でいろいろと状況も変えられるっていうことなんですよね。で、一つ私がご提案したいのが、脳は割と騙されやすい。もうこれ科学的にね、科学的根拠をもとにちょっとお話ししたいと思うんですけれども、例えば、私はお金持ちって思ったら、脳にめちゃくちゃ私がお金持ちであることをすごく印象付けさせるんですよ。勘違いさせるんですよ。そうすると、その想像が膨らんで、お金がたくさんある中で自分が楽しく生きているっていうイメージをたくさんたくさんしていくんですね。そうすると、それが現実になりやすいっていう科学的データがもう出ているんですね。で、ここに書いてみたんですけども、イメージするっていうのは大脳新皮質、こちらで作り上げられること。そして気分が良くなったら大脳辺縁系。そして、体中に力がみなぎる脳幹、こういったところが使われていって、どん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 ね、脳の中でイメージすることによって、それが現実化していくんだよっていうことなんですよ。面白いよね。勘違いするんですよ、脳って。だから、自分が、じゃあステージに上がって歌うんだけれども、歌にどうしても自信がないと。まあそういった時あるじゃない、メンタルが弱々の時あるじゃない。そういった時こそ脳を騙すんですよね。だから、イメージをいっぱいするイコール妄想をたくさんするってことだとは思うんだけれども、そのイメージ力次第なんですよ。イメージする力はこの大脳新皮質っていうところにかかっているので、ここを鍛えていくこと。もう、あー、楽しい、私すごいかっこいい、こんな歌歌っちゃった、みたいなのをどんどんイメージしていくと、それ通りに脳が体を使って動かしていくんですよね。そういった技も人間実はできるので、ぜひお試しください。人間の可能性はまだまだ計り知れないです。もうすごく潜在的に眠っているものたくさんあると思うので、それ表に出してね、うまく脳を使って、最高の人生、これからね、あなたの輝く時間、一つでも多く増やしていってもらいたいなと思います。まず、人を大切に思うならば、まずはじめに自分を大切に思って、そしていいものをたくさんイメージして、それを現実にしていく。これやってみてください。今回はメンタルケアのお話でした。またね、この手のお話はしていきたいと思いますので、次回に続きたいと思います。今回はこの辺で、みっこでした。
雲。